平野紫仕様、初の飛べ公式ライン登場。ファンの心をわしづかみにする幸せな瞬間。こんにちは、しななる読者の皆様へ。今回は、元キングプリンスへのメンバーであり、渡べ所属の平野仕様が、待望の初登場を果たした喜びと興奮についてお伝えします。平野紫仕様のファンであれば、この記事は、きっと心に響くものになることでしょう。 どうぞお楽しみください。音楽界の魅力的なアイコンである平野紫耀が待ちに待った瞬間を迎えました。16日、飛べ公式ラインに初めて登場したその姿は、ファンの間で大きな反響を呼び起こしました。平野紫耀ラインがツイッターでトレンド入りするなど、その存在感は計り知れません。とも、ショーです。と明るい挨拶でファンたちを迎えた平野紫耀。 彼のインスタライブでも早くからそのワクワクする瞬間を予告しており、僕は髪を結構切りまして、襟足も 16.17cm くらい切りまして、ロン毛男子卒業ということでクールビズしております。ショー、と、新たなスタイルへの変化を告げています。お盆期間中には、普段の忙しいスケジュールとは異なり、ゆったりと過ごす平屋仕様。 その素顔に触れ、僕は渋滞に引っかかるのが怖くて仕事の移動以外はほぼ家から出てないですわ。M、お墓参り行った俺は行けてないからまたどこかで名古屋戻っていこうかなと思ってるよ。色々報告しなきゃだしね。とファンとの距離を近づけるような言葉を綴りました。 さらには、お仕事の方も飛べのみんなといろいろ話し合い、打ち合わせをしながら、いろんなお仕事をやっていく予定なので、もうしばらく楽しみにしてってください。と、今後の活動に期待を寄せるファンに向けて呼びかけました。そして、締めくくり二次会の配信担当外務部への佐藤信であることを明かし、頑張れと、エールを送る平野氏よ その温かなメッセージはファンの心に響くことでしょう。平野紫耀が飛べ公式ラインに初登場したこの瞬間はファンにとって忘れられないものとなりました。彼の明るさや人柄がそのまま画面から伝わり、ファンの心をわしづかみにしました。今後の活動に対する期待と彼とファンとの絆がより一層深まることは間違いありません。 平野紫耀のこれからの素晴らしい活躍に心から期待を寄せています。読者への挨拶、今回の記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。平野紫耀の初の飛べ公式ライン登場に関する情報をお伝えするとともに、そのファンへの熱い思いを共有しました。彼の今後の動向に目が離せませんね。どうぞ、また次回の記事でもお会いしましょう。 記事の文字数はこの段階で約999文字です。まだ不足していますので、続きを追加いたします。右丸括弧。記事続き、配信後、SNS 上では、本当にこんな日が来るなんて、幸せでしかない、LINE 一つでこんなみんなをハッピーにできる部屋仕様、仕様くんから LINE 届いた、思わず車内で叫んでしまった、と、ファンたちの興奮が爆発しています。 これほどまでにファンを喜ばせる存在となる平野耀の人気の高さは、彼の多彩さと人柄、そしてファンとの強い絆が築き上げたものと言えるでしょう。今後も彼の活動から目が離せません。平野耀の輝く未来に、共に歩んでいきましょう。総括、平野耀の飛べ公式ライン初登場は、ファンにとって感動的な瞬間でした。 彼の明るいパーソナリティと素直な言葉がファンの心を温かく包み込みました。これからも平野仕様の活動に注目し、その成長と輝きを見守っていきましょう。読者の皆様にとって、この記事が平野仕様の魅力を感じるきっかけとなったことを願っております。